こんばんは。メッセージをありがとうございます。今回はですね、二つぐらいちょっとね、テーマをいただきました。一つ目はですね、例の感染症のことですよね。まあ、家庭内ロックダウンというね、面白いタイトルつけてますね。このストーリーちょっとなんかの学びになるんで、どっかでブログかなんかに書いたらいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、いろんなことがあるもんですよね。えー、この動画をご覧の皆様も、もしかしたら自分のね、身近に例の感染症の足音が聞こえてきて、例えばね、 近所の何々さんはどこどこで勤めてるからもしかしたらあ、まあ濃厚接触してるかもしれないなみたいなことも聞こえるかもしれません。うんあのー、やっぱりね私思うのはあの感染症ってうんかなりうんまあなんかねその医療従事者の方の気持ちを考えるとなかなかね言いにくいんですけどもあんまり緊張っていいような感じはしますね。うんただあのー、例の感染症にかかったらすごく大変な思いをしますし多くの方の 手を患,いますし患うというかね、多くの方に手伝ってもらうことになりますし、えー、それこそね、その感染症単体で見ると、ものすごく怖いもんだっていうのは私も思いますけども、どうもね、これ、もう持たないと思うんですよ。何が持たないかっていうと、あのまあ、自粛とかねあの、ステイホームが多分持たないですね、この日本人、皆さん、少しずつ出ていってるんですよね、少しずつなんかね、自由にやってます。それは何でかっていうとう 緊急事態宣言をしても結局ねあの緊急事態宣言やって今日は明日の命が危なくなるんですよ元気なのに、うん、そう考えるともうやってらないっていう風になるんではないかなと思いますで結局感染症ってゼロにはなんないんですよねどっかで適当なところで社会活動するしかないんですよあのー、はっきりとして言えば何人かの方が死ぬことを容認して社会活動に復帰するっていうことです、うん、ですので今ね500名ぐらいの方が ね、あの累計でお亡くなりになったんですかね非常に痛ましいことですけどもこれ実はこの感染症にかからなくてもうーんなんか自然死っていうか他の原因で亡くなってしまったようなタイミングの方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。ということで感染症を克服したところでね結局私たちは不老不死者はいられないんであ,の、まあ、ある程度本当にねあのリスクをゼロにはできないわけですからうん、まあ、そういうことですよね。うん あまあ私の考えは分かってると思いますけどね <laughs> はいえすいませんこれが1点目です2つ目はですね FX ですね FX ってのは本当に基本的なことだけをマスターすればまあまあ勝てるんですよというのが基本的なことをマスターせずに取引をしている人がたくさんいるんですよねで今朝私はね相場解説で106円105円104円の方向に向かっていきますって言ったじゃないですかこれもう聞き間違いがないですよねあのー 上がるかもしれないし下がるかもしれないいって言い方とかねももしもしこういう風なことがあったらあ下に下落するんじゃないですかっていう言い方ではなくてこれからは106円から105円104円の方に向かっていくというふうにお話した時に今そうなってるんですよですので大きな時間軸で行かれてる方はセルで売りで入ればいいと思いますし今頃決済できてると思いますしねで4時間とか1時間っていうのは値動きが下がるにしても N を書きながら下がっていくんですよ。上に行きながら下がる。上に行きながら下がるって感じで、トータルで下がっていくんで、途中上に上がったときに、どうしても耐えきれなくって、えー、ロスカットをしてしまう人がいるんですよね。まあ、ですんで、ここら辺はしっかりと学んでいって、包み足が出ているとかね、それから N の、何ですかね、あのー、ショルダーラインじゃないや、あーすみません、ちょっと言い方忘れました。あの力点と言ってもいいんですけども、ネックラインか、ネックラインを割るかどうかっていう判断が、 あ、すごくね大切になってくるんですよね私の解説はねあのー、分かりやすくて本当にありがとうございます <laughs> 分かりやすいと言ってくださいましたあの私の解説って、ね、ずっと同じこと言ってますからあのー、そんなにたくさんの手法を使ってないんでだいたい N で勝つとかね高値切り上げとかそれから包み足とかねそれか,らからかさとかこのぐらいしか言ってないんですよダブルトップが出た時はダブルトップでこの前は先週ですかダブルボトム出たでしょダブルボトムの後だった,だったでしょ だからね多分ね私の朝の相場解説聞いてたらそのまんま後追い後追いで勝てるんですようんでそれを私がいなくてもできるようになってくださいねって話なんですけどもそんなに難しいことはないとは思うんですよねうんまあ、でもそこがなかなか超えられないところなんだと思いますそれも理解しております私もね、あのー、そうは言っても1年は全く勝たなかったんで1年勝てずに理解できずにだったんですよいやーそうなんですよね 例えばダブルボトムがここで出てると思っても支配並みが上位の時間軸で出てるのを見落としていたりとかするわけなんですよ。ですのです あの大きな時間軸からだんだん小さな時間軸に向かっていって時にはエントリーする時間軸よりも下の時間軸を見ていきながらねえ多方面の角度から高い確率でこれはセルになるなと思えばセルに行きますし高い確率ってほどでもないけどもセルの方に向かいそうだなとでも倍の方に向かう可能性も何点か見つかっちゃったなっていう風な形だともうやんないですねそれは。 あのバイの方に向かう可能性が本当に1つぐらいしか見つかんないけどもでもセルの方に向かう可能性が、まあ、10個も20個も見つかっちゃったってことでしたら確率的にね、えー、売りに向かうんではないかなってことでそこは別途しますけどもね、まあ、そんな形でございますはいこれからもメッセージありがとうございますよろしくお願いします家庭内ロックダウンね